乳牛乳牛乳でいいのかな。はい、皆さんこんにちは。車の大社員カカカシノッピーです。今回はこちらオートブライトダイレクトのリペル、これをちょっと使ってみようと思います。この商品はガラスに使う撥水剤で、まあこれからまあ梅雨入りもして、まあ雨が降ることも多くなると思うので、ガラスの撥水剤使ってみようかなと思っています。でせっかくだから何かと比較しようと、ハイブリッドストロングと比較しようかなと思ったんだけども、ハイブリッドストロングは結構あの塗り込むタイプで、これはなんかスプレータイプでちょっと若干違うので、他に何かないかなと思って探していたら、こちらスプレーして拭くだけガラコのガラス用撥水剤、こちらがね棚の奥に眠っていたので、まあ、商品的には似てるんじゃないのかなと思います。だからまあこの2つをちょっと比較していこうかな。でまず金額ですよね。金額こちらアマゾンで今現在714円です。安いね。でオートブライトダイレクトリペル、リペルじゃなかった、レペルでした。リプレイとかの D だと思ってた。定価が4980円、5倍以上。まあ金額差がなかなかあるので、耐久性とかまあ撥水性能にある程度違いがないとレペルを選ぶことはないのかな。まあオートブライトダイレクトで揃えてて統一性が欲しいっていう方はまあ買う方もいると思うけど、今のところはねまあ高い。とりあえずちょっと比較していきます。はい、そしたらこちらのムーブのガラスに施工していこうと思います。で現状あなんかまあ撥水はもう落ちかけてるね。この辺かかってるけど、ワイパーの使用でこの辺はもう落ちちゃってます。なのでこれはまあ全部落とします。そしたらこちらシュガーラスターのゼロウィンドウストロングリセットを使って古いコーティングなどを落としていきます。で今までは結構水垢取りパッドを使っていました。であれもねめちゃめちゃ速いんですよ。速度で言ったらあっちの方が速いと思うけど、最近これを使ってる理由はこれがまだ残っていて水垢取りパッドがもうないからですね。はい、こんな感じで浸水状態になりました。古いコーティングは全部落ちています。そしたらここに先ほど紹介したレペルと、あとソフト99のガラコのスプレーして拭くだけ、それを半分ずつ施工していこうと思います。はい、そしたら運転席側にレペルを施工していこうと思います。でここに今使用方法が書いてあるんだけども、ここに書いてある使用方法と公式のホームページの使用方法がなんか若干違う。で、まあ、どこが違うか、まずこの商品に書かれている方から読み上げます。ガラス面に汚れが付着していないことを確認します。で事前に油膜を除去しきれいに拭き上げます。その後ガラス全体にまんべんなくレペルをおかけいただき、1分程度完全に乾くまでお待ちください。で最後にマイクロファイバークロスで磨き上げれば完了ですと書かれています。しかしこのホームページの方ちょっと違うんですよ。まず油膜とかを除去します。まあガラス面をきれいにします。でその後にガラス全体にレペルをまんべんなく噴射し1分間放置します。ここまで一緒。でその後1分後マイクロファイバータオルを使用し軽く拭き伸ばしてください。拭き上げるんじゃなくて拭き伸ばす。でさらに15分間放置してあと仕上げにマイクロファイバークロスで拭き上げてください。そう書かれてるんです。さらに15分っていうのがあるんだよね。で1分後は拭き上げるんではなく拭き伸ばす、まあ、ホームページの方が新しいんではないのかなと思うのでホームページの使い方でいきます。でちなみにレペル施工後48時間以内はウォッシャー液をご使用しないでください。まずガラス面は綺麗になっています。でレペルを全体に吹きかける。風で飛ぶといけないので近い距離でいきます。クロスで押さえながらこの辺先ちょっと一応でどれぐらいつければいいのかちょっとよくわかんないけど、まんべんなくって言ってたからある程度
かけちゃっていいのかな。まあガラコとかハイブリッドストロングとかと同じような匂いですね。で1分間放置、ちょっとなんか垂れてくるね。はい、1分程度経ちました。何枚待つと定着してっちゃうのかなと思うので1分結構早めな感じで塗り伸ばします。引き上げるんではなく塗り伸ばす、こういった感じかな。まあ、これだったら隙間結構やりやすいかも。よいしょ、いいでしょう。そしたらまあ15分放置、15分程度経ったので拭き上げていきます。おほほほほ、結構ね硬いわ。あ、硬っ。何これ、濡れたクロスじゃなくて大丈夫？その辺書いてないんだよね。ちょっと分かりにくいと思うんですが、まあ、この辺ですね、ちょっと白っぽくなってます。これをこう落とすんだけど結構力を入れないと落ちない。うん、大変だこれは。この辺とかわかるかな。ちょっと何回もやんないと落ちない。変にね、まあ、ムラにはならない。まあ、吹き上げられるんだけども、この吹き上げがまあ硬いですわ。ちょいと吹き上げるのに時間がかかっちゃっています。あ、マジで硬い。何これ、ムラスクロスを。いやー、途中で変えたくないんだよな。こう15分待たない方がいいんじゃないかな。どうなんだろう、なんか白っぽくなってるんですよ。ちょっと上の方だけちょっと濡らしてみよっか。あー、濡れてた方が簡単に拭き上げることができますけど、まあ、48時間ウォッシャーを使わないでくるって書いてあったので、あんま濡らさない方がいいのかな。そこの記載がないのがちょっとね、うん、あ、全然早い。固く絞ったタオルでやった方がこれは良さそうな気がします。でもすでにね、撥水してる感じはある。はい、本当に綺麗に拭き上がりました。なんかガラス撥水剤ってたまにさ、いくら拭き上げてもムラになるとき、ああいう風にはならない。拭き上げれば綺麗になるんだけど、それが硬い、乾いたクロスでやるとね。で、濡らしてちょっと固く絞った面でやればパッパって吹き上げられる。なんかまあ濡らした方が良さそうなんだけど、まあ何回も言うようだけど、ちょっと公式に書いてないから分からんのよね。とりあえずレペル施工終了。じゃあ向こう側ですね、ソフト99のガラコ。はい、そしたら続いてこちらを使っていきます。で、これの使い方、使用する前のガラス面の汚れやホコリを水洗いで落とす。で、まあスプレータイプなので油膜を除去してからやってくださいって書いてあったんだけども、パパッとできるものなので、まあ、そんな厳密にねしっかり落としてくださいとは書かれていないんですよ。だからまあどちらかというと本当簡易的な商品になるのかね。で、スプレーのストッパーをオープンに回しフロントガラスにスプレーする。で、ガラスが乾いてる場合は固く絞った濡れタオルで拭き上げる。ガラスが濡れてる場合は綺麗な乾いたタオルで拭き上げる。雨の日に使用する場合はフロントガラスにやや多めにスプレーしてワイパーを作動させる。で、今回は乾いた状態で使うのでスプレーして固く絞った濡れタオルで拭き上げる。で、待ち時間もないみたいです。じゃあやっていきますか。はい、そしたらクロス固く絞りました。で、即拭き上げができます。まあその点はすごい楽、待つ必要がない、こういった感じですね。これ使いすぎかも。で、この辺はちょっと境目なので注意しながら、はい、終わり。特にねムラにもなってないかな、大丈夫そうです。そしたら48時間後に再度撥水の方見ていこうと思います。そしたら2日48時間が経過したので水をかけていこうと思います。で、レペルの方は48時間ウォッシャー液を使わないでくださいという記載があったので一応48時間待ったんだけど、そんなね待つ必要はないと思う。あくまでウォッシャー液を使わないでくださいということで、一応念のためにその動画の検証として48時間待ったということですね。
そしたらちょっと水かけていきます。どうしようかな、一気に両方かけていっちゃおうかな。いきます。こういった感じです。発水してますね。うん、撥水力はレペルの方がいいのかな。水滴の蛇行の感じが結構少ないね。右のソフト99の拭くだけ、そっちは結構こううね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 ってなってるんだけども、レペルはどちらかというとすごいまっすぐ、うん、まあ両方とも撥水はしています。こっちのソフト99の方は本当にスプレーして拭くだけだからめちゃめちゃ早い、施工がね超簡単。レペルの方も似たような感じかなと思ったんだけど、ちょっとね待つ時間があるので、まあ、どちらかというと、まあ、ハイブリッドストロングとかそっちの撥水剤に近いのかなと思います。だからまあそっちと比較するべきだったのかなと今ちょっと思っています。じゃあまあ半分ずつちょっと見ていきますか。まずレペル、こういった感じですね。続いてソフト99スプレーして拭くだけ、こういった感じですね。そしたら一回室内から見てみます。はい、そしたら室内から見た感じです。この時点で、まあ、こういう線っぽいやつはレペルの方残ってるんだけど、この全体的にはソフト99のスプレーして拭くだけの方が水滴が残っている感じがします。水をかけます。うん、この分裂の仕方を見てもレペルの方は撥水力強いのかな。このツーって感じがね全然違いますね。 OK 終わり。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はオートブライトダイレクトのレペルとソフト99のミストガラコ、こちらをガラスに施工してみました。で一番最初は、まあ、両方ともスプレータイプで似てるからといって比較をしたんだけども、実際ちょっと読んでみるとこのレペルの方はどちらかというと超ガラコだったりハイブリッドストロングだったりあの辺と同じような感じで塗った後一回待ってから吹き上げるタイプでした。それに比べてミストガラコは吹きかけたら即吹き上げができるという商品。ちょっとね物が違かったので比較対象としたらどうなのかなっていうのと、あと両方ともお初だったので比べるって言ってもねちょっと難しいところがあったな、そこは反省しております。でまず撥水性能に関してはレペルの方が撥水してたと思います。あと施工性、やっぱレペルはね吹き上げが、まあ、乾いたクロスなのか濡れたクロスなのかそこも分からなかったし、まあ、乾いたクロスだともう吹き上げが結構大変、今まで使ってきた中でもめちゃめちゃ大変な分類に入ります。だからまあ個人的には濡らして固く絞ったクロスの方がいいと思う。で、ミストガラコの方はもう吹きかけてパパッと拭くだけだからもうめちゃめちゃ簡単です。で雨の日にも使えると、まあ、そういった意味だとミストガラコ撥水してた方なんじゃないのかなと思います。でレペルは、まあ、ちょっとね金額も高い、この後施工したままにしておいて、まあ、耐久性を見ようとは思うんだけども、まあ、耐久性がまあ1年とか2年あってもらわないとちょっときついな金額的にとは思います。でまあ他にも劣化した撥水剤とかいろいろ最近ちょっとやってるんだけど、あの辺もね、耐久性見るためにちょっと雨が降った時に撮影しようとは思ってるんだけど、なかなかねちょっと雨が降らず、まあ、降ったタイミングでちょっと撮影しようとは思っているので、またいつかちょっとそういった動画を公開すると思います。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。ごちゃごちゃした。